丘にある木に向かって3人でかけっこをした。ただ走ってるだけで気持ちよかった。その時僕はなぜかこう思った。ここで3人でかけっこをするために生まれてきたんじゃないかって。いってらっしゃいエレン。戦え。ねえリヴァイ、みんな見てるかな。今の私たちを死んだ仲間に誇れるかな。ジークは俺が仕留める。力を貸してくれ。エレンも俺たちに止めてほしいんじゃないのか。もうこれ以上遠くへ行かないでよエレン。私たちを遠ざけないで、お願い帰ってきて。まだ僕らが知らない壁の向こう側があるはずだと信じたいんだ。